負けた。私は京子、パチプロを目指す31歳。半年前までオフィスレディをしていたけど、仕事が嫌になって辞めた。そしてパチンコで有金全てを使い切ってしまった崖っぷちの女。クレジットカードも消費者金融も限度額を超えてるから使えないのに、所持金もゼロとか笑えないんだけど。アパートに帰ると督促状が来ていた。これで何回目だ。クレジットカード2社と消費者金融1社の滞納で総額250万円。返済を無視するようになってから2ヶ月ほど経過している。封筒の中身を確認すると、借金の一括請求？払えるわけないだろ。ねえ、お金貸してくれない？いくら？250万円。あるわけないでしょ。なんでそんなにお金いるの？借金。なんだ、だったらもっといい方法があるわよ。私もしたことあるし、超おすすめ。そんな方法が。自己破産をご希望されるのはなぜですか？不景気のせいで定職につけなくて、生活していくのが厳しくなりました。これまでどうやって生活をしていたんですか？パチンコ、勝てることも多かったからパチプロを目指してたんだけど、手持ちなくなっちゃって。ネット記事にはギャンブルだと免除されないって書いてあったけど、大丈夫かな？わかりました、これで手続きは終わります。え、もういいの？私ギャンブルで。正直に話してくださいましたから、反省文を書いて猛省していることを裁判所にアピールすれば割とうまくいくんで。こんな簡単に終わるならもっと早く来ればよかった。ああ、自己破産申請中にお金を借りることはできないので気をつけてくださいね。って、もういない。あの人大丈夫かな？なんで借りられないの？もう自己破産したから借金チャラになったんじゃないの？弁護士にクレームを入れてやろうと思って電話したら怒られてしまった。なんでも自己破産申請中にお金を借りようとする行為は免責不許可事由に該当して大きな問題になるらしい。下手をすると自己破産申請も通らなくなるのだとか。あっぶなー。弁護士め、そういうことはちゃんと説明しろよ。自己破産申請から3ヶ月後、私はめでたく借金がチャラになった。申請結果が出る前に裁判所に呼び出されて事情を聞かれたり、借金の理由がギャンブルだったことから本当に反省文の提出を求められたりした時は驚いた。同時廃止事件とやらになったおかげで弁護士費用も安く済んだし、ラッキー。同時廃止事件というのは、返済能力がなく現金化できる財産もないため、すぐに破産手続きが開始されると同時にその手続きが終わること。本来自己破産手続きをすると破産管財人が選任されて財産の調査が行われ、弁済のために財産の現金化が行われる。だから手続きが終わるまでに時間がかかる。だけど私にはそんな財産すら残ってなかったから、簡単な手続きで全部おしまい。もう借金に苦しまなくていいんだ。でも働いてお金を稼がないと生活できないんだよね。めんどくさい。というわけでネットの求人で見つけた警備員の仕事の面接に来ている。選んだ理由は、立っているだけでお金がもらえる楽そうな仕事だと思ったから。日払い可能ってとこも、早くお金が欲しい私にはぴったり。うちじゃ雇えないね。なんで？自己破産してるんでしょ。破産後は他人の資産や秘匿性の高い情報を扱う仕事ができなくなるって常識だよ。はあ？警備員の仕事とどう関係があるわけ？警備業法第3条の1号に、破産者で復権を得ない者は警備業を営んではならないって定められてるんだね。帰ってくれ。ムカつく。早く仕事見つけなきゃいけないのに、家賃未納もいつまで目をつぶってもらえるかわかんないし、税金の請求書まで来てるし。調べてみたところ、旧民法では自己破産すると強制退去を命じられることもあったみたい。今は法改正で自己破産のみを理由に強制退去させることはできなくなっている。なんで法改正した時に自己破産したら税金も免除とかにしないんだか。貧乏人からむしり取ることばっかり考えやがった。その後、私は大手企業の清掃員として働くようになった。
時給1200円の8時間勤務、労働日数は16日間、月収がおよそ15万円、手取りがおよそ12万円、生活はギリギリで欲しいものも買えない。 OL をしてた時よりもストレスが多い。 おばちゃん、おばちゃんだ。これ捨てといて。ゴミはさっき捨ててきたばっかりなんですけど。それに私はもう退勤時間で。あ、そう。じゃあ帰るついでによろしく。ムカつく。いっそのこと殴って。ゴミくらい自分で捨ててこい。か、課長お疲れ様です。それともお前はゴミを自分で捨ててこられないほど幼稚なのか。いや、決してそのようなことは。失礼しました。大丈夫でしたか。いけない。申し訳ありません。部下の教育がなっていなくて。いいえ、ありがとうございました。お礼を言うのはこちらの方です。いつも綺麗な会社で快適に過ごせるのはあなたたちがいてくれるおかげですよ。ありがとうございます。私を助けてくれたのは甲羅誠、課長職についている34歳の男性だ。この時はまだ思ってもいなかったが、彼は私の運命の相手だった。自己破産から5年経ち、生活はだいぶ安定してきた。去年は150万円の中古車を現金の一括払いで購入している。もうすぐ誠と結婚する予定もあり、毎日楽しい。彼に美味しい料理を作ってあげたくて、ここ最近は自炊も頑張っていた。だけどたまにサボりたくなる時もある。今日は疲れたから作りたくない。お、無人販売所だ。どんな感じなんだろう。私は無人販売所で冷凍餃子を購入することにした。しかし決済方法がキャッシュレスしかないことに気づいた。最悪。スマホの充電切れてるし、クレカもないから買えないじゃん。クレカのない生活には慣れたが、キャッシュレス決済しか使えない場面では困る。こんな店二度と来るか。私は商品をセルフレジに放置して店から出た。自己破産から7年後、38歳になった私は41歳になった夫の誠と共に息子の誠治の誕生祝いをしている。誠治、1歳のお誕生日おめでとう。返事してるぞ。うちの子は天才だ。誠は毎月10万円の生活費を私にくれる。アパートの家賃や光熱費、家電製品など大きな買い物の支出も全て負担してくれている。私は誠治が小さいうちは扶養範囲内のパートとして働くようになった。職場は以前と変わらず、誠の勤務先で清掃員を続けている。明日は仕事が休みだから、誠治を保育園に預けた後買い出しに行こう。翌日、お会計は35,600円になります。あれ、そんなに買ったっけ。現金ないや。お支払いはどうなさいますか。クレジットで。お支払い回数は一括で。かしこまりました。クレカ払い最高。復権後、私が最初にしたことはクレジットカードの発行だった。審査が通るか不安だったけど、あっさり発行してもらえた。もう破産者じゃないってことよね。ただいま。見て見て、誠治の新しいパジャマ買ったの。可愛くない。可愛すぎるよね。先週も新しい服を買ってなかった。カードの督促状来てたけど、20万円も何に使ったんだ。勝手に開けたの。夫婦だからって私宛ての郵便物見ないでよ。封筒から出して靴箱の上に放置してたのは強子だろう。支払いは大丈夫なのか。平気平気、余裕で払えるし。おかしいな、こんなに使ってる覚えないんだけど。きっと何でも高すぎるのがダメなんだ。食料品もおむつも値段上がりすぎ。子供育てるのってお金かかるし、しょうがないよな。だけど今月はもうお金がない。督促が来てる分は消費者金融で借りよっと。今度からクレカはリボ払いに切り替えて、毎月定額払いにすれば問題なし。でも私のクレカ、1枚目は使えないし、2枚目はあと3万円で限度額。これじゃあ生活できない。もっと使えるお金を増やしたい。私の給料じゃ限度額80万円だし、誠と同じくらいの年収があればいいのに。あ、いいこと思いついた。私の名義ではもう借金できない。
だけど誠の名義を使えばネットで手続きが完了する少額なら消費者金融で借りることができるかもしれない。3年後、消費者金融からの督促状が雑誌の間に挟まってたぞ。なんで借金なんてしてるんだ。しょうがないじゃない、物価が上がってるし子供の養育費もかなりかかるんだからね。政治が3歳になってから保育料は無償化されてるだろう。おむつも外れてるし食べているものもほとんど大人と同じだ。習い事もしてないのにどこにお金がかかるか説明してくれ。それはリボの支払いと消費者金融への返済で自転車操業状態になり、ついに返せなくなって放置していたなんて口が裂けても言えない。借金だけならまだ許せたかもしれない。でも督促状は俺の名前だった。俺は一度も借金なんてした覚えがないのに。おかしいだろ。ちょっとお金が必要で誠の名前借りただけじゃん。そんなに怒らないでよ。犯罪だって自覚もないのか。その程度で大げさな。離婚だ。俺の名義を勝手に使ったくらいだ。将来子供の名義を使ってまた同じことをされたらたまったもんじゃない。いやよ、絶対に離婚しない。私が離婚を拒否すると協議離婚になった。誠は弁護士をつけて徹底的に私を追い込んだ。政治の親権は奪われ、私は養育費を払うことで離婚が成立。養育費を毎月2万円支払うことを条件に慰謝料の請求はなしということで決着がついた。毎月支払わないと政治に合わせてもらえなくなるかもしれない。仕事の時間増やさなきゃ。離婚してから2ヶ月後、私はニートになっていた。仕事はなんとか続けるつもりだったのだが、元夫の同じ職場で働くのはあまりにも気まずかった。今はわずかな失業給付をもらいながらパチンコ通いをする日々だ。離婚理由が何であれ、有責でも原則として財産分与を認められることもラッキーだった。財産分与で入ってきたお金のおかげでクレカの支払いと消費者金融への返済ができたのだ。おかげでブラックリスト入りは免れたが、支払いで財産分与のお金をほぼ使い切ってしまった。また手持ちなくなった。勝たなきゃ生活できないのにどうしてくれんのよ。また借りに行くか。私はパチンコで負けるたびに借金を増やし、手持ちの現金がないため日常の買い物は全てクレカで支払うようになっていった。ある時アパートに帰ると督促状が来ていた。また来てる。消費者金融で借りた分とクレジットカードの利用分、さらに遅延金を含めると借金の総額は150万円。もういいや、また自己破産してチャラにすればいつもの生活に戻れる。私は再び弁護士事務所へ相談しに行った。自己破産したいって2度目はかなり難しいですよ。1回目よりも手続きが大変になるので費用も高くなりますが。なんで？今回もギャンブルが原因なんですよね。一度免除してもらっているのにまた同じ理由だと反省していないとみなされて申請が通りにくくなるんです。仮に奇跡的に自己破産できたとしても養育費は非免税債権なので免除されませんよ。それでもいいから申請してよ。マジでお金なくて生活できないんだってば。わかりました。絶対に申請期間中に新たな借り入れをしようとしないでくださいよ。借金しなけりゃいいんでしょ。わかったわよ。私は手続きを申し込んだ後、中古自動車店に寄った。いくらで買い取れる？これでしたら60万円で買い取れます。60万円あれば2ヶ月は生活できる。自己破産の申請が通るまでなんとかなりそう。本当に現金が手元になくて生活費をどうにか捻出しなければならなかったため、私はその場で車を売却した。それから1週間ほどして、なぜか警察署から頻繁に電話がかかってくるようになった。また警察署だ。めんどくさ、ムシムシ。その後しばらくして私は逮捕された。なんで私が捕まるの？警察署の方から何度も連絡をしたのに無視しましたよね。逃亡の恐れがあるため逮捕となりました。私何にもしてないんだけど。詳しい話は今後の取り調べで。私が逮捕された理由は詐欺罪だった。自己破産を申請した後に
勝手に車を売却して黙っていたことが問題だったらしい。通常自己破産しても現金99万円までは所持を認められる。しかし車は現金以外の財産とみなされるそうだ。そのため私のやったことは自己破産の直前に財産を現金に変える行為となり、裁判所からは資産を隠そうとしていると思われてしまったらしい。自己破産しようとした代償が懲役6年。こんなことなら真面目に働いて給料をもらいながら生活すればよかった。そうすれば家族も失わずに済んだのに。I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude. チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。